崎理人。そうですね、僕が応募したのが12月で、そこから約もう半年経ちますけど、本当そこから一瞬で、本当に昨日のことのように思い出せるプロフィール撮影だったり、オンタクトの公開だったり、グループバトルとか、本当にこの前やったことがずっと一瞬で流れてきて、今日がファイナルでもう締めくくって、目標だったデビューに達することができて、本当に今までたくさん辛いことも苦しいこともあったですけど、ここまで頑張ってきて、そうですね、素直に自分を褒めたいです。頑張りましたってこの声を生かして唯一無二のラッパーになって世界で活躍したいと思います。夢をみんなに与えられるようなアイドルになりたいです。本当に今まで僕を応援してくださって本当にありがとうございます。これから皆さんに INI のメンバーとして恩返しをしていくので、皆さん見ていてください。これからもよろしくお願いします。バイバイ。